山田くんと7人の魔女、うん、公式サイトのイントロダクションによると、はい、フジテレビの7月期のドドラは地上波ドラマでは初となる西内まりや主演の学園青春ラブキスコメディをお届けする、うん、原作の山田くんと7人の魔女は週刊少年マガジンで大好評連載中の人気コミック、ヤンキーくんとメガネちゃんで人気を博した吉川美希が送るハプニング続出、楽しさ満載、キスから始まる新感覚スクールキスラブコメディで、今注目度急上昇中の作品。学校一成績優秀な西内まりや演じる白石うららが、ひょんなことから元不良で学校一の問題児、山本祐介演じる山田龍と心と体が入れ替わってしまうところから物語は始まる。キスすることで自在に入れ替わる二人。やがてキスすることで特殊能力が発動する7人の魔女の存在が明らかになり、魔女探しをすることに。この作品の魅力は男も女も入り乱れてキス三昧という型破りなストーリー展開を軸に、7人の魔女の秘密を探っていくミステリー要素、そして学園青春ものならではの友情と恋愛を描いた絶妙なバランスで、原作にはいないドラマオリジナルのキャラクターも登場する。原作ファンにも初見の視聴者にも楽しんでもらえる明るくポップな新感覚キスドラマ、山田くんと7人の魔女にご期待ください。ということで、はい、まあ第一は面白かったですね、うん、入れ替わるっていうよくある話じゃないですか、うんうんうん、ただその山田くんがね、うん、女の体になった時にね、うん、その体を自分で見たろうとトイレに入ってみたりとかっていうあ、自分もこうするかなって思えるところをちょっと突っ込んでくれてるのでね、うんうんうん、でその部分はちょっと僕らも入りやすいというか、あ、うん、面白かったかなと思いましたけど ね、キスがっていうのがね新鮮なのかどうなのか、まあ、あの不思議だなと思いながらも見てたんですけれども、うんうん、まあ、その辺はその辺でこ うまく面白くできてて、うん、で同級生の宮村がね、うん、気づいとったじゃないですか、うん、あれ気づいたらね、うん、それはやっぱり言うてるように自分も入れ替われるんかなと思うんで、うん、それはうららとね、うん、いっぺんキスしてみたろうと思うのは当然の話であって、うん、でうららに断れとったじゃないですか、うんうんうん、ほなまあ山田君でええわってなってたけどあれも僕もわからんでもない気はするんですよね、うんうん、ほんまに入れ替われるんだろうかと思うし、うんうんうん、で実際入れ替わってたでしょ、うん、あれ山田君にその能力があるってことなんですかね。ね、うん、それにしても本当にキス三昧、ただあの男同士のキスっていうのがあるからね、うん、まさにコメディっていうことになって、そんなにいやらしさっていうのはないって言えばないんだけど、そうですね、そのいやらしいキスじゃなく、その入れ替わろうとするためのキスなんで儀式みたいなもんですからね、うん、でもヒロイン白石うららを演じている西内まりやは頑張ってた。言うたってまだ10代の女の子ですからね、うん、ああいうことするのはどうかなっていうのもあると思うんですけれども、うん、まあそれは仕事として女優としてね、うん、頑張ってたと思いますけれども ね、うんうん、まあだからこそね、地上波の連ドラ初主演っていうのも勝ち取れたわけで、はい、もうそんなキスなんて嫌っていうことだったらそこでおじゃんだから。そうですよね、うん、でまあそんな西内まりやといえば、はい、1993年生まれの19歳、福岡県福岡市出身。2007年7月からファッション雑誌ニコラの専属モデルとして活動を開始、2010年7月号からはセブンティーンの専属モデル、そして2007年には映画ライラの冒険黄金の羅針盤でライラ役の日本版吹き替え声優を決定するオーディションで5104通の応募の中からグランプリに選ばれたと、うん、で女優としても2008年7月ドラマ正義の味方で連ドラデビュー、さらに10月にもスクラップティーチャー教師再生に出演、さらに2011年12月 CS のフジテレビ2スイッチガールでドラマ初主演、そして昨年2012年9月 GTO にもレギュラー出演、はい、で一方では2012年4月からピカルの定理でバラエティ番組初レギュラー。はい、頑張ってますね。さすがバラエティもこなしてきただけあってね、はい、ああいう男を演じるっていうようなコントっぽいことにもスッと入っていけたんじゃないかと。女優としての幅っていうのは広がったような気はしますけどね。まあこれからねコメディエンヌっていうことでも重宝されるかもしれない、うん、そうなるとね本当に怖いものなしというか、はい、でこれから先のストーリーが本当に気になる山田くんと7人の魔女なんだけど、はい、果たして7人の魔女とは一体誰なのか、そしてどんな能力を持ってるのか、ウィキペディアの原作漫画の登場人物紹介によると、はい、西内まりや演じる白石うらら、キスした相手と体を入れ替わる能力の持ち主、続いて王の意と扮する小田切ねね、キスによって相手の心を虜にする能力の持ち主、3人目は三山カレン演じる大塚芽衣子、キスをした相手とテレパシーができる能力の持ち主、そして4人目は小島藤子演じる猿島マリア、
キスをした相手の視点で未来が予知できる能力の持ち主。うん、5人目は、松井愛理演じる滝川ノア。キスをした相手のトラウマになった過去を夢で見る能力の持ち主。それから6人目、飛鳥美琴。かつて、キスした相手に自分を確認できなくさせる能力の持ち主であった。さらに7人目の魔女、はい、ドラマの公式サイトでは西園寺理香という名前だけが明らかになってるんだけど、楽しみですね。でもね、で山田龍っていうのは、はい、実のところはキスした魔女の能力をコピーする能力の持ち主。ややこしいなということで、とにもかくにも山田くんと7人の魔女、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、